明けましておめでとうございます。鬼の晩酌でございます。お久しぶりでございまして、今日はですね、神保町のね漫才劇場というところにおりまして、ちょっとですね、ちょっと冬場オフシーズンはねヘルメット持ち歩いてないもんで、ちょっとノーヘルでね行かせていただきたいと思いますね。ノーヘルバージョンでございますけども、ちょっとまあオリックスのね、なんていうんですか、去就がね、もうほぼこれで固まったんじゃないですかっていうことで、まあ、ここからね、まあ、外国人をね、取ったりとか、あるかもしれませんけども、まあまあね、もう、吉野分も決まったし、で、まあ、人的保障も、まあ、決まりましたということで、ちょっとここでね、一旦、前回の続きね、ストーブリーグ、まとめ第2弾ということで、まずはね、おとといかな、決まりました。日高くんが広島へ行っちゃいました。ちょっと寂しいですけども、まあ日高、あの日高じゃないですよ、あのね、打てるキャッチャーで言えばではないですね。あの柔らかいバッティングでね、あのリストが柔らかいバッティングで、たまにねレフトスタンドにね、年間10本ぐらいはね打つ、あの打てるキャッチャー日高さんではないですね、日高ね、厚見投手、宮崎出身のね、まあ2022年のドラフト5位ですか、吉野部2世と言われておりましてね、やっぱ宮崎っていうのもあってね、吉野部は都の城かな、でこのね日高くんも宮崎っていうこともあって、吉野部2世ね、投手歴はねそんな長くないみたいなんだけども、高校の2年間なんかからね、ピッチャーでそのね才能をね、見初められて、2軍でもね素晴らしいピッチングを見せていただいて、これは将来吉野部でね、将来の吉野部だと言われてたこのね人材、まあ19歳と若いですけども、やっぱ広島さんがさすがね、見る目があるということで持っていかれてしまいまして、プロテクトしてなかったんだっていうね、気持ちもあるんですけども、まあ確かにね、いやオリックスはねやっぱプロテクトするの難しいですよ。いや日高選手ね、これはちょっとまあこうなっちゃったらね、もう広島でね、もうエース級のね、ピッチャーになってほしいなと思うね。頑張ってください日高くん、そして外国人が、来ましたよ。トーマス外野手、結構ねあの 3A でね3割ぐらい打ってますよこれね。いやちょっと楽しみですねこれね。さあ、カスティーヨがねロッテから来ましたよ。外国人とりあえず2人獲得しまして、で、あ、そうですね、ちょっとまあどんどん遡っていく感じになりますけども、吉野部がねまず、ドジャースへ決まったということで、前回の時はねまだ FA ねしましたよぐらいのところだったんですけども、行き先が決まりましてロサンゼルスということでね、462億円ですって。12年ですよ、すごいですね、462億っつってね、ちょっと途方もない数字ですけども、だからブルゾンチームで言うと13倍ぐらいですか。すごいですよ、ほんとね、アメリカ市場っていうのはもうすごいことになってるね。札束がもう何なんでしょうかね、ちょっと日本とはちゃうんすかね、その、レートが、すごいね、ほんと。まあでもこれで大谷とね一緒にやっていくっていうことで、これまあいろいろ聞けるし、そりゃいいよね。ね、18番もねつけさせてもろて、VIP 待遇ですよ、
吉野部君、世界の吉野部になりましたね。いやちょっと見せてやってください、アメリカの方にね。ジャパニーズピッチャーのね、性能の良さをね。さあ、そして現役ドラフトの方は、中日から鈴木浩志、投手が、やってきてくれまして、阪神に漆原が、行きました。私がねこれキャンプでね、前回のねキャンプでブルペンを見た時のね、漆原のイケメンさんにちょっとびっくりしたんですよ。あんまイメージなかったんだけどね、あ、漆原ってイケメンなんだってもね、ちょっと私思っちゃいまして、近くで見るとイケメンなんだっていうね、阪神にね行っちゃいましたよ。いいストレート持ってますから ね、ちょっと岡田さんの元でね、ちょっと再起をかけていただきたいですね。ちょっとオリックスだとね、一世風靡仕掛けたんだけどもね、ちょっとまあチャンス逃しちゃった部分あるもんね。でね、日ハムからね育成で井口選手取りましたね、井口投手ね。育成ということでね、チョコからで、あだちゃんがね来年から、あ、今年から選手兼任の、内野守備走塁コーチになるということで、あだちゃん直伝のね、あのこの右打ちね、あ、右打ちはあれか、打撃になるのか。じゃあちょっと違うか。ちょっとあだちゃんといえばもう華麗な守備ね、パパンのコンでね、ちょっとあだちゃんの技っていうんですか、職人の技をねこう教えてあげてほしいね。若いね、若い選手に。やっぱね、源田も認める守備の人、あだちゃん、ね。ということで、さあ、あとはだから牧野塁さんがね投手コーチということでスカウトからね、高山コーチがねちょっとまあ対談するということで不安ではありましたけどもね、そこの枠に行くとスポット、ブルーウェーブ選手の牧野塁さんがね来ましたよ。懐かしいね、私、スカウトにねいらっしゃったってのは知ってたんですけども、牧野塁さん、塁ですよ名前がね。野球するために生まれてきた、ね、方ですよ、これ塁っていうね。可愛らしいけどね、牧野塁。さあ、そして、ゴンザレスが残留というねぐらいでしょうか。あれ、あの後の動きとしてはね、だから私はね本当もう良かったです。良かったという表現がいいのか分かりませんけども、T さん推しなんでね、やっぱ T 岡田推しなんで、やっぱりねそのT さんがもしかして人的保障で広島行っちゃうんじゃないか説もねちょっとあったんでね、ちょっとドキドキして気になってたんですけどね。T さんはちょっとねオリックスにステイということで、頑張っていただきたいね、T さん。ちょっとホームランがないのでね、昨年はノーホームランということでね、いやーもうこっからの爆発はどうですか T さん。もうねこう、こんな言い方じゃないけど、線香花火の最後のね、最後のババババババをねちょっと私見たいですよ。T さんこのまま終わっちゃうのかい、ね、そんなわけはないでしょっていうことで、頑張っていただきたい。ということで、またねちょっと動きがあればねちょいちょい上げていこうと思います。あとキャンプね、キャンプの日程ってもう発表されましたか。ちょっとねわからないんですけども、一応ね2月にね25か6かその辺にね、宮崎でね、
タモンズのライブするんで、うん、そこはあえて2月にしたんでね、うん、キャンプ見に行くために。なんでね、ちょっとちょろっと、まあちょっとライブもあるんでね、うん、丸1日入れるかって言ったらちょっと無理だと思うんですけども、宮崎キャンプ見に行こうと思ってますんで、以上、鬼の晩酌でした。さよなら。バイバイ。